はい、こんにちは、ジャゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウルの動画を撮ろうと思います。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、虹玉、ごめん、直前までキャップゼロ撮ってた剣石2021個プレゼント。こっちはね、一歩なんでね、拳の石でした。はい、というわけでね、年末に何も来なかったので、おそらくね、こっちもキャップゼロと一緒で日付が変わったらね、ガチャに来るんじゃないかと思っていましたが、案の定これバナーに来てますね。ブライアンホーク来てますね。 WBC 世界ミドル級、ジュニアミドル級王者、世界の鷹が降臨と、ブライアンホーク出ました出ました。防御力無視の高火力アタッカー、混乱麻痺のデバフスキル、強攻撃とデバフの連打で相手を、瞬時に叩きのめせ。これはね、ちょっと結構がっつり引きたい、重ねたい、そんな気持ちで、待っておりましたが、おーいいね。ちょっと見てみますか。お、バチバチもかっこいいじゃん。めっちゃバチバチしてる。殺人許可証、自身と主人公に攻撃力、上昇賞を与えた後、敵ランダム3体力属性ダメージ中を与える。そして、下から殴る敵ランダム2体防御無視の力属性中と確率で混乱を与える。なるほど。そして必殺、野生の爆発、敵ランダム3体に防御無視の力属性ダメージ特大と、確率で混乱麻痺を与える。なるほどね。もしかしてさ、あのボスのブライアンホークも防御無視だったのかな。だとしたらクミちゃん、ちょっとクリスマスクミじゃない方を使った方が良かったか。でもクリスマスクミじゃない方、クリスマスクミに実は食わせちゃったんだよね俺。なるほどね、そうか。はい、というわけで、まあ石ももらえたようですし、これ使ってね、早速ブライアンホーク引いていきましょう。無料もあるね。先にちょっと装備ガチャ無料分引きましょう。さあ来い。来ないね。次、通常の方の、こっちももう入ってるよねホーク。あ、ちょっと待って、まあ1回でも別に構わんけど、入ってるねブライアンホーク。じゃあピックアップじゃない方で、お、戻ってきちゃった、ピックアップじゃない方でもチャンスはある。さあ来い。ないか。はいはいはいいろいろ来てるけど、チケットにも入ってるんかな。ちょっとそれだけ気になるので、見てみましょう。チケットでもブライアンホーク出ますね。なんでここに戻るの。チケットでも引いちゃおうかと思ったけど、3枚しかなかったからいいや。はい、じゃあ本命ブライアンホーク、ピックアップガチャ行きましょう。早速じゃあまず無料分から行きます。さあ来い。一歩の方では新年初ガチャだが、ダメー。まあまあまあ、まだまだラッシュモード入りました。こっからが本番だ。いけ。さあ来い。ダメかー。2回空振り。次行ってみよう。3回目。いけ。マジで？ちょっと出ねえな。欲しい欲しいのに限ってなかなか来てくれないパターンかこれ。さあ、30連目かな、行きましょう。他のキャラ結構すんなり来てたのにな。ピックアップ、よし来い。オッケー、2枚抜け、1枚だがオッケー。ブライアンホーク、よっしゃ、素晴らしい。
そして、激アツモード続けて追撃しましょう。結構がっつり引いてもいいかなと思ってんだよね、ホークは。正月に来たら、よし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 。さあどうだい、おーし、ホークオッケー。2枚目、どうしようかな。2枚目、5枚ぐらい、5枚ぐらいとか言って欲張るとあれか。2万ぐらい取っとくか。あー空振った、調子に乗ったか。じゃああと20連しよう。20連というか22連。とりあえず2枚出てくれたので最低限ね、1回は重ねられてるんですが、あれ来なくなっちゃったか。はい、じゃあ一応ラストのつもりでいけ。さあ来い。あれ来ないね、ブライアン。ちょ、もう一回だけ行こう。さあ来い。あれダメだ、星5自体が来ない。やめとくか、あんまり深追いしてもね、ちょっとまずいことになるので。とりあえず1体はゲットできたので、1体はというか、2枚は取れたので重ねちゃいましょう。とりあえず必殺技を解放しておいて、そしてまあ、お気に入りに設定して、強化の方にもきちんと入れまして、これで準備万端かな。OK だね。まあ実際1回しか被せてないからすぐ使えるかって言われると疑問はあるんだけど、トークイベントで特攻になってたりしないかなって思ったら、いや、ステータスブースト対象の健康にブライアンホーク追加ってきてるね、やっぱり。そしたらね、ちょっとホーク入れてこのイベント行ってみようかな。一応ね、極みまではクリアできてるんだけど、極みね、たまたま一回うまくいっただけで、実際はね全然勝てない。で、一応今日で周回してるんだけど、ちょっと編成変えてで、どうしようかな。まあ板垣のとこに、ブライアンホーク入れますか。板垣もね、速属性で防御上げてくれるから結構やってくれるやつなんだけど、これで一回まあ普通にクリアできてる今日だからあれだけどね。見てみましょう。アンダージーアでまずは麻痺出せる。そして、ブラインホークは殺人許可証を使いますか。まず攻撃力をアップさせて、それから、連続アッパー。手動でやるとね、かなり、ここはね楽に勝てますね。今日の場合極みが苦戦するんだけど、っていうかね、極みはね結構勝てないことの方が多いんだけど、ブライアンホークが加入したことでね、もしかしたら周回できるようになるかもしれないね。もう一つ先でもそうなったらいいなって感じだけど、 OK、 サクサクいくね。普段はここをねオートで周回してるんだけど、そうだな、その一個上のね極みの方をちょっとこれで挑んでみますか。さあブライアンホークが、あーちょっとこれ厳しそうマジね、一回クリアできたのは確かなんだけど、どうやってクリアしたレベルでね、2回目のクリアがねできてないんだよね実は。殺人許可証を打ちましょう。おし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 、強いねやっぱりね。で、モーダ爆発も打ち込んで、
まあボディ連打で素早さ下げますか。くらえくらえ、よしよし。そして俺はダブルストレートで復活させつつダメージを与えていく。で会長の張り手が、あーちょっとボルグに飛んで欲しかったけど、2ラウンドクリンチフォーク、あーちょっとまずいねこれは。あーまずいまずい、麻痺ってくれないとね、ちょっと勝ち目なかなかないんだよね。下から殴りますか。混乱させてさらに動きを封じていく。 OK、 猛打爆発即死狙いの一撃。まあダブルストレートかな。蘇れ、よし。まあ木村でもいいでしょう。ていうかどっちにしろ落ちる気がするかな。さあ3ラウンド目、アッパー来る、野生爆発、あぶね、やばい混乱した。これはダメか。猛攻で生き返らせましょう。中村蘇生から2発打ち込んで張り手で回復するけど、これちょっと厳しいね。やっぱり回復される、下から殴る、あーっと、あーダメだったか。はい、というわけでね、極みはね結構厳しいわやっぱり。ブライアンホークガチャにね追加されたので結構引いたんだけど、今回ね重ねたかったからね2枚引いてからも結構引いちゃったんだけど、それでもね来なかったねちょっと。はい、というわけでね、新年一発目の初めの一歩ガチャはね、まあ一応ね2枚出たのでよしとしますが、まあどうかな、ぼちぼちって感じだったかな。めちゃめちゃ大当たりっていう感じでもなかったですが、まあ無事ねホークゲットできたので良かったんじゃないかなと思います。ということでね、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。